コンチャスクです。ホームスケープ続きやっていきます。現在のパズルレベルは3368です。星は179あります。ストーリー見放題です。現在のストーリーは、湖の向こう側の別荘のリフォーム中、アトリエを片付けてアンディの展覧会を手伝うみたいな感じかな。で、当の本人のアンディはまだ寝てて、町議会の人が展覧会について話があるっつって、訪れるみたいです。早く起きてこいよ。この中で寝てるらしいんだけど。なんかスランプらしくてね、展覧会展示会か。なんかやめようか悩んでるみたいなんだよね。あの、勝ち気のアンディが。というわけで続きを見ていきましょう。とりあえずやることがいっぱいあるんだな。机の足を修理する、板を張り直す。でこの絨毯を敷くっていうのは町議会の人を出迎えるためのなんか礼儀みたいな感じ？とりあえずじゃあ、いつ来るのか知らないから先にこれやっちゃおうか。絨毯を敷く。なるほど。まあいいんじゃない？あ、アンディ来た。オースティンおはようございます。それともこんにちはと言った方がいいでしょうか。芸術は全くわからないと言っていたじゃないですか。この絨毯ならチャリティの展示会にあってもおかしくないですよ。何か特別な行事でも？共通の知り合いであるアーサー・グッドマンが来てくれることになったんです。アンディが寝ている時に電話があって展示会の作品について話したいと言っていましたよ。あ、そういえばもうすぐ展示会でしたね。朝の気分が本当台無しですよ。えらいへこんでるな。グッドマンさんと会っても全然楽しくないでしょうしね。アンディ、そんな大げさですよ。お客様を迎えて彼の話を聞いてみましょう。まあ、とにかく今スランプらしいからね。グッドマンさんにはイライラさせられるんです。芸術のこともわからないくせにもうどのこうの。それにすごく堅苦しくて真面目でロボットみたいなんです。じゃあ彼のコーヒーに塩でも入れてみましょうか。なかなか面白いじゃんお前ら。言うね、毒舌だね。よし、じゃあ続き見ようか。お、来るね来るね、お客様を迎える。いやー、どうしよう、取っとこうか。これ取っときたいな。一悶着ありそうだし。先にじゃあやっちゃおう。板を張り直す、やっちゃおう。ういこれで仕事の半分は終わったな。素晴らしいぞオースティン、これまでの経験が役に立ったな。いいえ、まだまだ経験が足りないですよ。いつ金槌で親指を打ちつけてもおかしくないですから。それにまだ打たなきゃいけない釘もたくさん残っていますしね。でもロビーは金槌の使い方がとっても上手なんです。数回振り下ろしただけで作業が終わるんですから。どうやっているんでしょう。もうめっちゃ高速でやってんのかもよ。その、一回に見えるのは、もう、ふぅぅ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 ぅってなってんのかもよ。それはないか。特別な金槌の使い方でも知っているのかもしれんぞ。忍法、釘の術、とかな。それならロビーに頼んで教えてもらわないといけませんね。あ、そうだね。そういえばロビー、剣道やってるもんな。あながちその忍術的なの間違ってないかもよ。でも、とりあえず今はこの作業を続けて、親指だけは守りたいと思います。そうしてくれ。まだ二分の一だからこれ中途半端だね。もう一回ね。みんな何かしらの才能を持っているんだ。ロビーだってお前がどうやって吹き跡を残さず綺麗に窓を拭くのか知りたがっているよ。それは簡単ですよ。円を描くようにどのこうの。残念ながら釘打ちには役立ちませんが、ちょっと適当に読んじゃった。もうちょっとなんか面白く言ってたかも。詳しく読みたい人は巻き戻して一時停止して読んでください。ああ、なんてこった。ここにあるな。持ってないものばかりでそれに焼き立つもん。ねえ。なんて。え、何？なんかガラクタが足りねえっつってんのか。そう、このパパさ、ここのアトリエをさ、リフォームするときにさ、井の一番に来たんだよね。あそこの部屋を片付けるぞとか言って。で、なんでそんなにやる気満ちてんのかなと思ったら、ガラクタが欲しかったみたい。なんか、実家がもう完全にリフォーム終わっちゃって、余分なものが何にもないから、つまんないみたいなことで、ここに乗り込んできたっぽいです。なので、片付け終わっちゃったら、また寂しくなっちゃうね、パパが。電話だ。誰と電話してんだろう。謎のままだったな。よし、じゃあ続き見る？
板を張り直す、その2。一人でよくできるね、こんなの。わーお、すげえ。すごすげえな。ジェブなしでよくできるな。オースティンも地味に、うわってなんだ、びっくりした。上にあった壊れたテーブルがただ復活しただけか。びっくりした。ぶっ壊れたのかと思った。オースティンも地味になんかこの、部屋のリフォームの技術みたいな、上がってるよね、レベルが。すご。親指も打つことなく、ステージを直すことができました。つくさん、ファッションショーとか、何か大きなことにも使えそうですね。あ、はい。ファッション、はい。もうすでに使い道は決まっているんですけどね。読み書きしたり、座って何か考えたりできる場所にしましょう。柔らかな椅子なんかがあれば、ママのための場所でしょ、多分。まだここへ置く椅子が準備できていませんでした。どんなに想像力が豊かだとしても、空気の上には座れませんからね。そんなことないよ。お前時々座ってるじゃん。空気椅子、バグで。素晴らしい作家のアイデアを本の中のどのコーナー？とはいえ、魔法のほうきを持つ少年の話を読んだことが、ほうきが勝手に掃除してくれるんです。あとはどのコーナー？それが現実のものになったら私の仕事がなくなってしまいますよ。そうだね。でもまあ、実際に自動の掃除機とかあるしな。まあ、いずれは執事もロボットになるんじゃないか？役割は。取って代わられるんじゃないか？まあでもその時は、そのロボットを操る側の人間になればいいじゃない。そういうことですよ。アンディはなんか絵が浮かびそうかね。どうですかね。思い出せません。でもそれが一番どうのこうの。よくわかんないや。続き見よう。椅子置いちゃう？その前に机の足を修理しようか。直せんの？すげえ簡単に直した。すげえな。おお、オースティン。机の足をいい感じに修理できたな。でも少しやりすぎじゃないか？私だったらガムテープでくっつけて終わりにするぞ。それは手抜きすぎだろう。やっぱり家族ですね。私も子供の頃、ロビーと椅子を壊した事実を隠すために、ガムテープを半ロールぐらい使ったことがありました。おいおいおい、それ時効か？パパにバラしていいのか？隠すだって？はは、隠れてなんかいなかったぞ。お前たちの頑張りも虚しく、結局あの椅子は捨てたしな。まだお前も子供だったから気づいていないふりをしてやったんだ。おう、なるほど。優しいじゃん。もう年齢も言い訳にできませんし、机をしっかり直せてよかったですよ。ジェブみたいに何世代も使える代物に直せたかはわかりませんけどね。でも少なくとも長持ちはするでしょう。ただ足以外にもまだ直さないといけない部分があって、何？上の部分？机の表面がまるで誰かに噛みつかれたみたいなんです。ロビーなら簡単に仕上げ磨きしてくれたでしょう。おられなくて本当に残念です。でもなんとか私でやるしかないですから、はあ、わざわざこの机を磨くためだけにロビーを呼び寄せるのもな、何日もかかるんだぞ。だって怖いんでしょ。母がここに座って念願の執筆活動ができるようにしたいんです。私もそう願っているぞ。ただオリビアはそのことを少しどうのこうの。オリビアは若かった頃みんなにどうのこうの。それでスバーニーもそのことをオリビアにしつこく言い続けたりしてどうのこうの。ああ、プレッシャーに感じちゃうってこと？ママが。ママの夢が小説家だっていうのを知ってて、みんなが諦めるな、諦めるな、みたいなことを言いまくりすぎて、逆にプレッシャーになっちゃったってことかな。そういうことを言ってたのかな。ちょっとわかんないや。巻き戻して読んでみます。みんなも巻き戻して一時停止して読んでみてね。よし、じゃあ続き。やることがどんどん増えるな。お客様を迎えるのいつにする？ちょっとまだ、ハテナのままでいて。ちょっと椅子を置こう。お、いいね。はぁ、いいね。うわ、いいね。どれにする？一番ふかふかなのこれじゃね？どう見ても一番ふかふかこれだよね。その次にこれかな？で、その次にこれ。これあんまりふかふかじゃないな。木の部分が痛そうだし。これ最強のふかふかでしょ。俺もまあいいけど。これいいね。これにしよう。すご。どんぐりが胃の一番に座った。どんぐり、お前もこの素敵な椅子のおかげで何か描きたくなったとか？じゃあ何を描くんだい？にゃーん！おう、なんかシャーロック・ホームズみたいな探偵物を描くのか？
突然消えたおやつを探す探偵キャットロックニャームズの話だって。それは面白そうだね。お前も創作したいだろうし邪魔はしないさ。でも物語の原稿は読ませておくれよ。どんな結末になるのか待ち遠しいからね。犯人はどんぐりだよ。自分で調べて自分が犯人。猫の探偵面白いアイデアですね。どうのこうの。面白い絵本になるかもしれません。絵本なんだ。それどころか我が家の猫が主演でテレビドラマになるかも。ふわ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 。夢の印税生活みたいな。よし続き。机の仕上げ磨きをする。お客はもうずっと玄関の前で待たしてます。イエーイ、すごい素晴らしい出来だな。こんなに木工細工が得意だったとは知らなかったぞ。私もですよ。でも大工がやったように修理するには大工になったつもりで物事を考えないとダメだと気づいたんです。それでロビーならどうするかって考えながらやりました。なるほど、ロビーならまずお前にいたずらをして、それから机に虎の縞模様でも入れただろうな。そんなに悪ガキだったんだ。確かにそうですね。でも私はロビーのユーモアではなく仕事のやり方だけを真似したんです。見た限りうまくいったみたいですね。どんな友達と仲がいいか話してくれたらどうのこうの。でもいつもこうた限りませんよ。アンディも私たちの友達ですがどうのこうの。だけど一緒に樽でテーブルを作ったり古いスーツケースがどうのこうの。お前が何と言おうと芸術は影響をどうのこうの。あ、影響を受けてるぞってことか。なるほどね。アンディの真似なんかしてませんよ。いくら友達とはいえっつっても、いや影響は受けてるはずだって言ってんのか。なるほどね。新しいロボット掃除機賢いんですね。自分でゴミを分別するんですよ。でも私たちは自分でできます。はい。よし、じゃあ続きいきますか。いよいよアンディが活躍するかもしれん。お客様を迎える。来た。町議会のやつ。アーサー、顔が鋭いぜ。皆さん、こんにちは。ターナーさんの自宅が水浸しになったと聞きました。大変お気の毒でしたね。出展される絵の進捗はいかがですか？実は、絵が水浸しになってしまって、一からやり直すことになったんです。頭の上に雨が降ってる。なんという不運でしょう。私たちのスポンサーは傑作を期待しているんです。もし作品を展示できないとなると、展示会そのものがキャンセルになるかもしれません。展示会までには間に合いますよね。いや、グッドマンさん、そんな簡単じゃないんですよ。傑作っていうのは、作れと言われて作れるものじゃないんです。しかし、アンディ・ターナーが傑作を発表できないとなると、このイベント自体をキャンセルせざるを得ないですね。ちょっと待ってください。キャンセルする必要はありません。展示会までに絵を描き上げてみせますよ。私は約束を守る男です。どうした？急にムッとした？では、交渉成立ですね。ただし約束を破るという選択肢はありませんので、覚悟してくださいね。また明日、様子を見に立ち寄ります。まあ、この人は葉っぱをかけに来たのかな。オースティン、私の絵の具やブラシを置いても作業できるような場所が必要です。それと絵の具を私の代わりにいくつか注文しておいてくれませんか？やる気になった。アーサー・グッドマン、なぜ彼がこのイベントを指揮するんだ？全く。それは几帳面で責任感が強そうだからじゃないですかね、どの子の。私は腹立たしくてつまらない男と約束をしてしまった。まあいいんじゃないですかね。やる気になったんだったらいいんじゃん。カサカサうるさいんで手紙見よう。誰だこいつは。あなたは間もなく開催されるチャリティーの展示会へ出展する芸術家のアンディ・タナーを支援してくださいました。町議会からその感謝の意を表してわずかながらの謝礼金をお送りしますので、タナーさんの宿泊費用の一部に充ててください。また他の出展者へも支援されたいとのことでしたらお気軽にご連絡ください。ゲーグチャック・ポートマン議長。300円要求。この人しょっちゅうお金くれるのありがてえわ。やったぜ。よし、じゃあ続き見る。画材用のキャビネットを置く。
いよいよ部屋が散らかるかな、これ。アトリエがどんどん。はあ、ははあ、まあ、まだ散らかってはないな。この画材があれば、キャンパスだけじゃなく、システィーナ礼拝堂の壁にも絵を描くことができますよ。はあ、そんなもんに今描かなくていいんだよ。絵に集中しろ。傑作をもう一度描き直します。いや、これを超える傑作にしてみせますよ。私は才能のない凡人ではなく、あのアンディ・ターナーなのだから。燃えているぜ。さあ始めますよ。どれどれ。わお。何書いてんのかわかんないんだけど、なんすかねこれは。まあまだ途中か。なんだろう、何書いてんだろう。ここに線があって、あと横切る線もあったような。少し形が違ったかな。陰影が逆だったかな。前書いた傑作をもう一度書こうとしてんの？まあアイデアは生かしつつさ、新しくまたちゃんとやりゃいいじゃん。そんな復元みたいな作業をしなくてよくない？オースティン、すべて思い出すには少し時間がかかりそうです。オースティンも他に何かしないといけないことがあれば。わかりましたよ。私たちもやるべきことがたくさんありますからね。ただこの部屋の修復作業は続けられると嬉しいのですが。大丈夫ですよ。一旦絵に集中してしまえば何も気にならなくなりますから。私のイーゼルをどこかへ持っていくなら話は別ですが。は、大丈夫です。OK。気にならないんだったらいいや。修復しよう、勝手に。勝手にリフォーム続けようぜ。アンディは未だに芸術の女神を探しているみたいですね。ああ、まだアイデアが降りてこないってことか。その女神は私ではなさそうですし、今回は邪魔をしないようにしましょう。はい。注意、芸術家が作業中というドアプレートが必要かもしれません。まあ、いいんじゃない？作っても。アンディも作業中ですし、私たちの成果を母に披露しましょう。絶対に気に入ってくれると思いますよ。え、ここまだ壁がボロボロだよ。あと窓も。まあ、ママに披露する？うわ、なんか今喋ってたの見逃した。にゃ？え、なんて言ってたの？お前にはアンディを助けられないと思うよ。彼には奇想天外のどの子の。うわ、見逃した。後で巻き戻してみます。よし、じゃあ続き。オリビアに披露する。母さんにささやかなサプライズがあるんです。わあ、ここを完璧に修復したのね。机もまるで新品みたいよ。でも何に使う予定なの？それにサプライズって何かしら？この書斎です。この机に向かうことでひらめきが生まれて小説が書けるかと思って。え？だけどオースティン、執筆活動も芸術なの。もっと早くから書く技術を磨いていないときっと書くことはできないわ。それに今の私は暖かいセーターを縫ったり美味しいケーキを作ったりするのは得意よ。でも作家ではないの。ケーキを作る能力の半分でも話を書く能力があれば素晴らしい作家になれますよ。お願いですから試しに一度書いてみてください。やっぱりごめんなさい、書きたくないの。今からステファニーに会いに行かなくちゃいけないし、じっと座っている時間なんかないのよ。やっぱな、なんか押し付けられるのがもう嫌になってるんだね。スクさん、キッチンのパイ事件以来、あんなに怒っている母を見たのは久しぶりです。でも、書くことが母の夢なのに、どうして試しに書くことすら嫌がるのでしょうか。まあ、深層心理で言えば怖いんじゃない？本当に才能がないっていうのに気づくっつうかさ。居心地の良さが十分ではないのかもしれません。壁が古くて窓もひび割れていますしね。でも大丈夫です。母が戻ってくるまでにこれらを直しますから。ゴリ押す気満々だな。母は執筆活動にあまり乗り気ではないようですね。でもその理由がわかる気もします。私だってこの場所では作業できません。じゃあなんでサプライズとか言ったんだよ。どんなひらめきも古く霞んだ窓じゃダメです。絶望と落胆に私がどうのこうの。オッケー。全部直してもう一回ママに見せんだね。わかったわかった。アンディは？ああ、まだ A 悩んでんのか。よし、じゃあ今回はここら辺にしときまーす。次回は、窓を取り替える。
うん、シンプル。シンプルな作業から次回は続きます。というわけで次回をお楽しみに。それじゃまたね。バイバイ。